はい、東海桜花賞ってことでね、やっていきたいと思います。秘密会社フェガム総帥8でございます。まあ、桜花賞のね、馬券外したんで、ね、なんとか桜花賞当てたいなってことで、ね、今回は桜花賞の予想をして当てに行くわけなんですけれども、まあ、今回ね、桜花賞、JRA の桜花賞と同じで、3番枠に、ちょっとね、実績が抜けた馬が入ってくれたんで、今度こそ日も間違えないぞというような感じでね、やっていきたいと思います。というわけで今回軸は3番のアバンティスト、まあ、南関東の重賞でもね、2着3着とここのところ来ているわけでね、まあ、このメンバーの中に入れば圧倒的な格上ということが言えると思います。まあね、鞍上も吉原弘人確保して一番信頼を受ける騎手ということでですね、今回はまあ軸で信頼感ナンバーワンということでやっていきたいと思います。まあ、そして5番のメルト、まあね、年初めの名古屋記念を勝った馬、まあ、同じ距離の重賞で今回も期待をしていきたいと思います。まあ、そして6番の名将シルト、略してメルト、連勝の勢いですね。まあ、もちろん K もね、このメンバーの中ではそこそこ上位ですし、まあ、丸野だったらね、まあ、十分信頼がおける騎手だなということで頑張ってもらいたいと思います。まあ、そして7番のルーチェ道路、まあ、昨年はね、交流重賞にも挑戦した馬、その後昨年の秋、笠松グランプリも制覇した馬ということで、まあ、この東海公営に、ね、来れば、まあ、重賞クラスの馬であることは間違いないと、実績のある馬ということで入れておきたいと思います。そして11番のウェイキ、まあ、前々走3馬身差の圧勝、完勝でした。まあ、もちろんね、重賞じゃないんであれですけれども、まあ、時計面で評価しても、まあ、このメンバーに絡んでくるぐらいの時計ではあります。まあ、そして的場文雄騎手ということでね、鞍上からもですね、さすがにね、最近王位以外での活躍を聞くことが少なくなってますけれども、帝王ですからね、なんとか王位の帝王に頑張ってもらって、今回はまあこういった形でやってみたいと思います。そんなわけで、今回もね、こういった形でまたやっていきますんでね、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。